猫パラキャットボーイズパラダイス、フェンネルさん、おはよう。お、もう来てたのか。フェンネルは早いな。約束の10分前ですね。10分前行動ができるのは良いことです。これからも心がけてください。そういうフェンネルさんはいつからここに？僕たちより早く来てたから、15分前。30分前です。30分前？今日は雇い主に初めて会う日です。遅刻などもってのほか。とはいえ、早く着きすぎる訪問も失礼にあたります。フェンネルさんは真面目だな。あれ、そういえばローリエさんは？この近くにはいないみたいだな。え、どうしよう、そろそろ時間なのに。スマホに連絡してみるぞ。お、電話に出ないな。繋がるから電源は切ってないみたいだが。仕方ありません。待ち合わせ時間になっても来なかったら、私たちだけで先に挨拶しましょう。結局時間になっても来なかったね。セイジさん、ディル君、行きますよ。うん。どんな人か楽しみだな。うわあ、壁に古時計がかけてある。雇い主の趣味でしょうか。良い趣味をしていますね。お、俺たちの雇い主は大学を卒業したばかりの女の子だと聞いてるぞ。内装は彼女のおじいさんでしょう。もともとこの店はその方が経営されていましたからね。さて、彼女は、はあ、あ、気持ちよく寝てたのに騒々しいな。ローリエさん。お、ローリエが一番乗りだな。何をしているんですか？見ればわかるだろう。どうしてあなたが彼女の膝で寝ているのかと聞いているんです。今日からここが俺の寝床になるからだ。そうだろう、ご主人様。ほら、こいつも同意した。はあ、どう見ても困って笑っているだけでしょう。あなたも嫌なら嫌と言いなさい。でないと猫は調子に乗りますよ。言っても猫だからあんまり気にしないと思うよ。ま、それが猫のいいところでもあるかな。そういうことだ。はあ、俺は眠いから寝る。ローリエさんは自由だな。ん？ああ、まだ自己紹介してなかったよね。ローリエさんからはされてない？本人は寝ちゃってるし。フェンネルさん、僕たちから自己紹介するでいいかな？そうですね。では私からしましょう。フェンネルです。好きな食べ物はクリームチーズと生ハムのパスタ。得意料理はパスタ全般ですが、和洋中何でも作れます。
趣味は読書と仕事です。あなたが一人前のオーナーになれるよう私が指導するので、どうぞよろしくお願いします。セイジラ、好きな食べ物は焼き魚とどら焼き、得意料理は和食全般、趣味は風呂に入ることとスイーツ巡りだ。俺は力持ちだから、力仕事は任せてくれ。ディルです。好きな食べ物はハンバーグとオムライス、得意料理は洋食全般だよ。特に好物のハンバーグとオムライスが得意かな。趣味は散歩とファッション雑誌のチェック。おじいさんが亡くなっていきなりお店を継ぐことになっちゃって大変だと思うけど、僕たちも協力するから一緒に頑張ろうね。ローリエさん、最後はあなたですよ。ローリエさん。大きな声を出さなくても聞こえている。ローリエだ。好きな食べ物はサンドイッチで、得意料理も同じ、趣味は寝ることと、お気に入りのものにちょっかいをかけることだ。俺を働かせたかったらそれなりのご褒美はくれるんだろう。ローリエさん、雇い主をあんまり困らせないでください。あははははは。今挨拶した4匹がこの店で働くんだ。すでに開店の手続きは済ませていて、準備も万端。明日から問題なく開店できるのですね。それなら今日は一日寝ていられるな。これから俺たちを家に案内したい？そっか、住み込みで働くことになるんだもんね。どんな家なんだろう、楽しみ。わあ、映画に出てきそうな家。それにここだけ時間が止まったみたいだな。やはりあなたのおじいさんは良い趣味をしていますね。きっと中もこだわっているのでしょう。このような場所で寝泊まりできることに感謝します。俺は屋根さえあればどこでもいい。うん、俺も似たようなものだ。はあ、あなたたちは。立ち話もなんだし、彼女に案内してもらわない？そうですね、案内よろしくお願いします。うわあ、中も素敵だね。はい、壁の色とヴィンテージ家具が調和して落ち着く空間を作り出しています。ここで朝のコーヒーを飲むのは幸せでしょうね。おやすみ。ローリエはよく寝るな。寝る子は育つって言うし、寝ていていいぞ。はあ、ソファーは座る場所であって寝る場所ではありません。猫はソファーでも寝るだろう。ソファーに限らず、居心地が良ければどこでも寝る。例えばご主人様の膝とかな。うん、よくわかる。まあ俺が彼女の膝で寝たら足がしびれて大変だろうが。僕も膝で寝たい気持ちはわかるかな。リビングは案内してもらったので、次は部屋に案内してもらいましょうか。僕たちが住む部屋は2階？もしかして4匹で住むのかな？
それなら俺はリビングで寝させてもらう。うるさいのはまっぴらごめんだ。私も勉強に集中できないので、うるさいのは困ります。かといってリビングで寝るというのは賛成しかねますが。俺は賑やかでいいと思うけどな。僕もみんなでワイワイするのは好きだから、4匹一緒でいいよ。え？2階に1匹ずつ部屋があるの？助かります。うわ、それならずっと寝てられるな。残念だな。聖司さん、みんなの部屋に遊びに行けばいいんだよ。僕はいつでも大歓迎だから、気軽に遊びに来てね。ありがとう、遠慮なく遊びに行くぞ。あ、たくさん部屋があるね。一番奥右手の部屋はおじいさんが使ってた書斎で、そこは遠慮してほしいんだ。お前はどこの部屋を使ってるんだ？書斎の向かい？それなら俺はお前の隣だな。あ、ローリエさんずるい。危い者勝ちだ。悪く思うなよ。この中で俺といい勝負ができそうなのはフェンネルだが、まあ俺の一人勝ちだろう。彼女の飼い猫になりたいのなら、自分が有用だと彼女に示せばいいのです。もちろんそれを示せる自信が私にはあります。争いからは何も生まれないぞ。俺はせっかくなら4匹で仲良くしたいな。僕も聖司さんに賛成。全員で彼女の飼い猫になればいいんじゃない？あ、でも飼い猫になったら僕を一番にしてくれると嬉しいな。どうしたの？なんだか戸惑った顔してるけど。僕たちみんなお店を手伝いに来てくれただけだと思ってたから、飼い猫って言われて戸惑っちゃったんだ。もしかして学校から何も説明されてない？そっか、じゃあ戸惑うのも無理ないよね。念のため確認させてください。猫が学校に入って知識と生きるスキルを身につけることはあなたも知っていますよね？さすがにそれは知っていましたか。生徒は飼い主か雇い主を見つけることで学校を卒業することができます。早く卒業する猫がいれば、遅く卒業する猫もいるぞ。学校でいろんなことを学べるのは楽しいんだけど、やっぱり猫だからね。自分を心から愛してくれる飼い主や雇い主に出会うことを心待ちにしてるんだ。だから君がそうなるんじゃないかって期待しちゃって。謝らなくていいよ。期待しちゃった僕たちも悪いんだし。それならそれで問題ない。ローリエさん、こいつは喫茶店を存続させたい。でも人手が足りない。ノウハウもない。後者に関しては俺たちも素人だが、これから学べばいいだろう。ローリエさんの言う通りです。彼女の飼い猫になりたいのなら、自分が有用だと彼女に示せばいい。最初はその気がなくても、有用な猫であれば飼おうという気持ちになります。確かに。2匹ともしっかり考えてるんだな。猫はみんなに愛される生き物だ。そっちの方面でご主人様をその気にさせるって方法もあるぜ。
例えばこんな風に尻尾をご主人様の体に巻きつけて、にゃーんって泣いて甘えてその気にさせるとかな。わ、大丈夫？彼女を困らせないでくださいと何度も言いましたよね。困らせる？猫らしくアピールしただけだ。喋ってたら眠くなってきたし、部屋で寝させてもらう。まったく、彼は。まあ、猫らしいといえば猫らしいよね。いきなりのことで彼女が混乱してるし、今日はここでお開きにしない？そうですね。の、ディル君はどの部屋にしますか？じゃあローリエさんの隣にするよ。では私は一番階段に近い部屋にします。それならフェンネルの隣にするぞ。これで全員部屋が決まりましたね。うん。あ、さっきの飼い猫の話なんだけど、今すぐには決められないけど前向きに考えたい、だから時間が欲しい。うん、そう言ってくれるだけですごく嬉しいよ。学校側から派遣期間を設けられていませんからね。あなたに飼いたいと言ってもらえるよう努力します。それで全員飼い猫になれたら幸せだな。まずは喫茶店の手伝いです。明日が初日なので皆さん頑張りましょ。はーい。お、いきなり寝返りを打つとは思わなかったな。危うく叩かれるところだったぜ。ん？なんで自分の部屋があるのに隣で寝てるのかって？ここが寝床だからだ。猫はいつでもどこでも寝られるから部屋で寝ても構わないんだが、やっぱり居心地のいい場所で寝た方がぐっすり眠れるからな。お前のそばが一番よく眠れる。驚いてるのか？お前は俺のお気に入りだ。そうやって俺の言動にすぐ反応するのが見てて面白い。俺はいたずら好きだからお前みたいな人間が好みなんだ。お前はどうだ？俺のような猫は嫌いだ。どう答えたらいいのかって顔をしてるな。お前の困る顔嫌いじゃない。ほら、もっと近くに来い。ああ、これならぐっすり眠れそうだ。あなたですか。こんな時間にどうしたんです？ローリエさんが隣で寝ていて眠れそうにないんですね。わかりました。私が彼を起こしてきましょう。何ですか？
ぐっすり眠っているから起こすのはかわいそう。ふん、あなたはそうやって甘やかすとつけ上がりますよ。まあ、あなたがそういうのなら無理に起こすのはやめておきましょう。ですが、本当に困っていたら遠慮なく言ってくださいね。お礼を言う必要はありません。私たちはここにお世話になっている身です。できる範囲で力になるのは当然のことですよ。そのために今も、ああ、喫茶店経営に役立つ本を読んでいたところです。私も喫茶店経営は初めてなので、できるだけたくさんの本を読んで勉強しなければと思っていまして。別に偉くはありませんよ。やるからには完璧に、それが私のモットーです。完璧にできるかはわからないけれど、あなたも自分なりに頑張りたいと思っているのですね。素晴らしい。それでこそ私たちの雇い主です。あなたとなら切磋琢磨していけるでしょう。握手ですか？こちらこそよろしくお願いします。さて、私はもう少し勉強します。明日は早いのでもう寝た方がいいですよ。はい、おやすみなさい。